テミンは6日、アン・ソヒの公式 YouTube チャンネルにゲスト出演し、会話を交わした。動画の中でアン・ソヒはテミンにグループ生活について、意見を言うとヒョンたちは聞いてくれますか？末っ子だから話せないことなどありますか？と質問した。テミンは頑固な性格ではないので、あまり自分の意見を強く言わないことをメンバーたちに伝えていました。これに対し、アン・ソヒは16年活動を経て、チームの最年少メンバーなので話せないが、そんなことはない、と同情した。アン・ソヒが、昔はどうだった？と尋ねると、テミンは、昔、自分の考えが正しいと、強く、自分の意見を押し通した時期があったと思う、と正直に告白した。テミンが、グループ活動5年目まではメンバーたちとよく喧嘩したといい、メンバー全員と喧嘩したのは自分だけだと言って、多くの人を驚かせた。ちょっと気性が荒いところがある、と語り、たくさんの喜びを得る代わりに、損をしていると感じていた。若かったから、と、末っ子としての悔しさを吐露した。テミンが、だから、意味もなく怒って怒鳴り散らした、と言い、喧嘩した後屋上に行って仲直りしたと話した。1993年生まれのテミンは、2008年に、グループシャイニーの最年少メンバーとしてデビューし、URE So Pretty、You Like OXYGEN、Ring in Zombie などのヒット曲で大きな愛を受けた。テミンが所属するシャイニーは、今年デビュー15周年を迎え、最近、新曲 Hard でカムバックした。